ナリワでございます。本日はハロウィンのコスプレをするために、軽井沢に来ております。それで今からね、パッキン動画を紹介したいと思います。パッキングですね、私今日はねちょっと中型のスーツケースで来ました。ではまず中身ですね。まずこちらの今ね、三脚を入れていきました。三脚今ねちょっと使ってますので三脚を入れた袋、そしてこちらのケーブルなどをね、しまった袋ですね。今ね充電を取ってますので今出しております。そしてよっしょ、体が硬いから、まず、こちらがメイク用品ですね。もうすごいでしょ。そして、ちょっとこれタオルあることに使いたくて大きめのタオルですが持ってきました。1枚だけね、タオルホテルもちゃんと備え付けがあるんですが、ちょっと大きさの問題があって、それと軽さですね、なので持ってきました。そしてこちらはお着替えですね、下着とか靴下とかそういったものですね。それからジンバルも一応ねこんな形で、持ってきました、ジンバルですね、そしてあとメイク用品、これこちらは普段の私がメイクしてる時のメイク用品ですね、こちらはですねハロウィンのためのをメイクするためにちょっとねこんだけ頑張って持ってきました。すごい重かったですね、スーツケースがすっごい重かった、それから折りたたみの傘、そして、こちらはですね、常備薬やら、それから歯ブラシですね、歯ブラシとか、こちらは何が入ってんだろう、ハンカチやらヘアケア用品とかいろいろ入っております。そういった細々したものをこちらにね、前こちら動画で紹介したしましたよね、そちらにそういったものを入れてきております。あとでこれ全部出して、用意をねしていきたいと思います。そしてこちら側ですね、こちらがわりかしスカスカの状態で来ました。お土産がね入るかなとちょっと心配なんですが、あれ開かない、こんなバカな、よっこいしょ、まず、こちらの反対側の方ですね、よいしょ、私体が硬いから、ここにね、ちょっと網の入れ物のところがあるんですが、これは軽井沢のマップですね、雑誌の中の一部を切り取って持ってまいりました。ではこちら側ですね、こちらはまず私がハロウィンのための、用意をするコスプレの衣装、そしてウィッグですね、ウィッグ、そしてあとはこれ明日着ようと思っているお着替えのお洋服、これもまたコーデでご紹介をしたいと思いますね。もう一枚は、ちょっと足元がね、寒かったらいけないので、このような何でしょう、歩く時に履くような、下に履く、これ何て言うんでしたっけ、スパッツみたいなもんですね、そちらを一つ、持ってきました。あとは、明日の夜のディナーの時に着るお洋服を、ワンピースですね、こちらセーターとスカートが一体となったワンピース、こちらもね以前ね、購入品でご紹介したと思いますね。でこちらはカーディガン、その上に羽織るカーディガンを持ってきました。ということで、これが私のパッキングの中身でございました。ではなりわでございました。これ後が大変では、いやさてとさてどうするかな、傘はね出しておかなきゃと、まずカメラ止めよう